殷光大子爵殷公は中国の高僧。本名は長短慶、字は少尉、号は古人、法名は清涼、字を印光、別号として常参寄贈。出身は陝西省合肥県。浄土宗第13代祖師。中国浄土宗にとって非常に重要な人物で、中国近代仏教界の復興に深く貢献し、殷光大師と広く呼ばれている。その死後、多くの人々から大聖子菩薩の生まれ変わりではないかと言われた。生後6ヶ月で目の病気となり、半年間目を開くことができなかった。食事と睡眠の時以外、昼夜を問わずよく泣いたという。病気が良くなった後、儒教の本をよく読み、儒教の教育を受けた。15歳の頃病気になると、儒教者による仏教の批判部分を重点的に研究するようになり、自然と仏教へと興味が湧いた。1881年21歳になると、陝西省州南山の南五台にある蓮華堂寺で正式に出家、師父は道順和尚であった。これより、儒教から仏教へ移ったが、剃髪して出家した後に長兄にそのことが知られると強い反対を受け家に帰らざるを得なくなった。帰郷した後は半監禁状態となったが、彼の意志は固く、長兄の外出中に抜け出し、周南山に戻り、仏教の修行を続けた。周南山に戻った後、道順師父に付き添い、安徽に向かう。これも家族からの帰郷の要求を避けるためでもあり、命を受けた彼は、安徽に向かう。その途中、湖北の谷蓮華寺に立ち寄った時、ここで苦しい修行に打ち込み、薪割りや水汲みなどの仕事もこなした。これが自己鍛錬となる。この時22歳であった。この後、書斎の整理管理を行っていた時、経典を干す作業をしていた。そこで偶然に、劉ノブル清土文と出会い、これにより、浄土宗こそが世を救うと確信したという。1893年から浙江省の布田山の法雨寺で修行に励む。1918年より聖典や経典を専門に印刷を始め、浄土経典の数は100種以上となり、印刷した数は数十万冊にもなり、広く各界の人々に無料で配られた。殷光大師の存命した時代は、仏法を信じる人々がそれほど多くはなく、そこで彼は両本四訓と大乗観応編も無料で配った。前者は儒教の観点から仏教を広めるもので、後者は道教の観点から仏法を広めるものであった。これは仏教の復興に大きな貢献となった。1926年、蘇州の霊和山寺の新立和尚が道場の復興のために彼に規律の立案を求めた。彼は5つの規律を定め、その結果、ここが浄土道場の基礎を築いた。その後、南京にも法雲寺法上念仏道場を建立し、仏教事業院も建てた。また監獄感化会を組織したり、復興救済慈善事業などの事業にも携わった。1930年、70歳になった彼は、蘇州の報国寺に行き閉じこもって修行に励んだ。1937年に日中戦争が勃発すると、霊和山寺の妙馬和尚の招きで霊和山寺に移り、浄土の復興を続けた。1940年の旧暦10月末、彼は体の不調を理由に霊和山寺の住職の責務を妙馬和尚に託した。1940年12月2日、早朝、殷光大師は妙馬和尚と周囲にいた弟子らに最後の言葉を発した。道場を維持し、浄土を広め、大きく出すぎるな。同時に重く深く、みんな念仏を唱え、発願し、西方に生まれよ。と語った。その後、大師は西方に向かい正座し、阿弥陀仏が迎えに来るのを待つ。和尚と大衆の念仏の声の中、彼は安らかに息を引き取ったという。享年80。仏教著者人名権石良子。光光に仏学院図書館。2019年7月1日閲覧。殷光大師年譜殷光大師。英を孟州殷光大師護国息災法護説。21出家ためそう。意見相違不如法者を起こり願い不従事事病、不修と、不可縁、不友人結社会。因光大師年譜。ありがとうございます。